最新世代のジラフ AMB ジラフは、スウェーデンのエディクソンマイクロウェーブシステムズ社が開発したレーダーのファミリー。最初に開発されたのが、ジラフ40である。これはその名の通り、探知距離 40km 級の短距離防空用レーダーであり、RBS-70 携帯式防空ミサイルシステム、及び M4870 口径 40mm 基準の統制に用いられた。 本体は TGB40 トラック上に搭載されるが、アンテナは高さ13メートルの伸縮式タワー上に設置されており、ジラフという名前はこれに由来する。なお本機では、目標の追尾は手動式とされており、4人のオペレーターのうち3人が、ジョイスティックを用いて、レーダー画面上のシンボルを追跡する、要素を指する。スウェーデン軍において1977年により、 収益し PS-70 として正式化された。また、後には RBS-77 ホークと組み合わせるために出力を増強したバージョンも開発され、これは PS-707 として収益した。これらはいずれも2004年までに退役した。ジラフ40をもとに開発された関西版が C ジラフ50及び C ジラフ150である。 第二世代機として開発されたのがジラフ75である。これは1980年代後半より生産が開始され、スウェーデン軍では PS-90 として1990年代初頭より収益した。セルビアのベオグラード軍事技術研究所において M85 ザラファとしてライセンス生産化されている。これは FAP2026 トラックに搭載される。 第3世代のジラフレーダーとして開発されたのがジラフ AMB である。これはアンテナをフェーズドアレー化した3次元レーダーであり、14本のビームで70度までの深くをカバーできる。戦闘機に対して最大 80km の探知距離を発揮し、最大200個までの目標を管理できる。スウェーデン軍では RBS-23 ボムスサのセンサー部である。 運でマイナス -23 として装備化されている。ありがとうございます。